寒河江市では児童が地元を流れる川に生息する生き物や水質の調査を行いました。ホタルが生息するという第五地区で行われた水質調査。この取り組みは寒河江市立第五小学校のふるさとについて学ぶ総合学習の一環で、近くの田沢川の自然環境を把握することで子どもたちができることを考えてもらおうと企画されました。今日は3、4年生13人が水の透明さを表す透視度を測定したり、チューブに入った試薬と川の水を反応させ色の変化で判別するパックテストという手法で pH や水の汚れの程度を調べたりしました。下に当ててどれが一番近いか見てごらん。 7.5 だね。 7.5 でしょ。 7.5 が一番近い。児童たちは水環境の保全に取り組む団体の職員だから、調査の手順などを教わりながら自然への関心を深めていました。大量大量カジカが石の裏にいてびっくりだけど、カジカを初めて捕まえられたから嬉しかったです。結構綺麗でびっくりした。どんな生き物見つかったかな。ヤゴとかいろんな生き物がいました。生き物もいっぱい住めるくらい川が綺麗なことが分かりました。今後は今日の水質調査の結果などをまとめて発表するほか、自然環境の保全を呼びかける看板の作成などを予定しているということです。